それか、もっといい方法あると言えばある。一人で運営していこうと思えば、いい方法はあると言えばある。うん。で、僕が枠開かずに、タクフがタクレードとか開けるようになって、なったら、別に問題ないのよ。うん。ああ。そしたら僕も、あの、コラボしてますよ、みたいな感覚で入れるのよ。うん。僕が枠開いとるわけだから、なんか、俺がメインになっとるわけや。うん。始まりました、とか言わなくて大丈夫やん。タクフが、始まりました、さあ自己紹介どうぞ、みたいな、ムーブできたら俺も入りやすいよ。うん。おかしくない？僕が開いてんの。タクフのチャンネルで、俺がメイン務めてんの。おかしくない？そうやな、言うたら俺がスッポーしてるみたいな。あ、お前に任せるわみたいな。俺じゃできんだよ、じゃあお前に任せるわみたいになってるもの。うん。言うたら、言うたら。それ社会で強せんよ。うん。うん。まあ俺社会出たことねえからわかんねえけど。多分そうなんだろうと思うよ、俺は。うん、一緒のこと言われとるわ、そんなの会社で。なんかも。YouTube、そこたっくん逆切りするとこじゃないでしょ。うん、俺はし、うん、そういう風に逆切りとかなんだかんだするから変な感じに見られんのよ。あなた一回リーダーやったことあるでしょ。 あるよ。そういう風にやればいいの。俺はいつも通りにあのグループのリーダーみたいにやればいいの？俺がサポート役に入ればいいの？なんで俺がメインなの？おかしくない？うん。じゃあ、今間違いに気づいたじゃん。うん、じゃあ次、どうすればいいかだよね。それをタックンは今考えていけばいいだけだよ。だから全然悪いことじゃないの。今気づけたことがいいこと。これからどうすればいいのか、それをタックンが考えればいいだけだから。聞いてるか？ああ。今めちゃくちゃいいこと言ったぞ。そうやってそうやってたくさん言われて、やんでるだけじゃなくて、本当に切り替えないとダメだよ。まあ、要するに聞いたことを受け流すってことやろ？受け流すっていうか、それを受け流して状態にしとくと、本当に僕がもう何度も何度も言うからね、同じこと。うん。いや、マジで会社と一緒のこと言うやん。会社と言われたことと。いや、同じよ。会社も YouTube も同じよ。別にさ、たっくんのことをいじめてるつもりもないしさ、怒ってるつもりでもないからね、全然。みんな、レイドさんも、うん、B ダッシュさんも、自分も、うんうん。みんなたっくんが好きだから言いたいの。そう。で、たっくんに変わってほしいと思ってるから、こうじゃない？ああじゃないって言ってくれるんだよ。だからタックンがそれをちゃんと受け止めればいいだけなんだよ。そう。だからタックンのことをみんないじめてるわけじゃないからね。それだけは分かっててね。会社の友達にも言われたよ。お前は変わるのが怖いんだ。そうなんやろな。怖いんやろな。変わるの。だからずっと一緒のこと続けたんやろな。って思っとるよ、俺は。別に無理してさ、変わんなくていいから、怖かったら。とりあえずさ、前進んでみようよ。止まってないで。じゃないと何も変わんないから。
そこにいたって一人になるだけだよってみんな注意してるだけだよ。で心配してるのタックンのこと。うん。タックンが一人になんないようにね、みんなタックンのことをちゃんと見ててくれるから、タックンがちゃんと自分で立ってくれるまで、自分で歩いてくれるまで、みんな応援してるのタックンのこと。だからみんなタックンのこと好きだからね。うん、それだけは覚えててね、ちゃんとみんなタックンのこと好きっていうことは覚えててね。うん。で一緒にいたいし、タックンに変わってほしいなって思うけど、タックンが変わることを恐れてるっていうこともよくわかってるから、無理して変わんなくていいよっていうふうに今まではしてきただけだよ。うん、多分会社の人もそうなの、うん、思っとるわ。そう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 、会社の人も一緒のことを言う、言われるよ。ああ、成功性って。でも、分からんかったら、そういうのは、言ってねって。うん、タックンにそういうのは合わないんだなって、みんな周りの人分かったんじゃないかな。ああしろ、こうしろっていうのはタックンに合わないんだっていうのは。うん、で、今までレイドさんがタックンのことを支えてきたけど、これからはタックンがレイドさんと一緒に歩いていく番じゃない？うん。支えられる側じゃなくて、だから一緒に前向いて歩こうよ。手引っ張ってもらうんじゃなくてさ、ネットのことだってさ、親御さんがさ、いろいろ言うかもしれない、何もしないかもしれない、でもたっくんが、俺が金出すからこのネット回線変えてくれないって言ったら変えてくれると思うんだよ。あ、ネット会社いいと思ったんだ、これ調べたんだ、レイドさんもこれいいって言ってたよ、それだけでも変えてくれると思うよ、うん、変えてくれなかったら俺が金出すからなんで変えてくれないの、配信したいんだよ俺って、ちゃんと情熱を持って親御さんに言えば通じると思うんだよ、うん、それをレイドさんはずっと待っててくれたんだよ。タックンのことを好きだからね。タックンと一緒に何かしたいからだよ。うん。だからタックンが今度はレイドさんに何かしてあげる番じゃないかな。うん。その第一歩がネット回線変えることだったりするかもしれないし、もしかしたらパソコン買うことかもしれないし、まあネット回線の方が手っ取り早いと思うけど、でそうやってさ、一歩ずつちょっとずつでもいいから歩いてこいよ、前にそうやってくすぶってないでさ。あ、これレイドさん泣いてるやつだ。泣かないでレイドさん。いや、めっちゃくちゃいいこと言うから泣けてくるんだよ。でもさ、タックも頑張ってたじゃん、今までずっと。それも一番知ってるのはレイドさんでしょ。それをどっかで俺はプツンと消えてしまったのな。いろいろ裏切りもあって、いろんなよくわからん裏切りもあって、よくわからんアプリにも裏切られて、タックも人間関係でいろいろあったのがすごいよくわかるから、だからタックも傷ついてきたっていうのをレイドさんは知ってるから強く言えなかったんだよ。未来の騎士そう。ああ、未来ちゃん泣かないで。大丈夫、何も誰も悪くないからね。それを言いたくて自分は言ってるだけだから。だからタックも悪くない、レイドさんも悪くない、他の人も悪くない。みんな幸せになれなかっただけだから、これから幸せになりましょうって言ってるだけだよ。努力してなかった人は一人もいないからね。うん。今まで頑張ってきたんだよ。ちゃんと自分を褒めてあげていいよ。傷ついてきたことだっていっぱいあったと思うしさ。悩んできたことだっていっぱいあったと思うよ。頑張ってる。すごい頑張ってる。もっと自分褒めようよ。
人に支えられて頑張ってきたから本当にありがたいと思ってる。いつも仲良くしてくれてありがとう、レイド。レイドさんありがとうって。じゃあ次の展開に進もうかっていうパターンになっただけじゃない？今回は。大丈夫大丈夫、必要な成長。うん、中央高校から高校に移るみたいなもんだよ。うん、大学生になるみたいなもんだよ。成人式迎えるみたいなもんだよ。成長してる成長してる、大丈夫大丈夫。褒めて褒めて、もっと自分みんな。自分は自分のことが大事でしょ。だから自分を一番愛してあげなさいよ。クサクサしててもいいからさ、じゃあ明日はいいことあるかなって言って、気持ち切り替えて頑張ってこう。うん、